いやあランセランセどうもミスアップショでございます。本日はスペシャルゲストにお越しいただいております。どうするいやす時代交渉柴博幸先生でございます。ありがとうございます。はいお願いします。さあ今回ついにもう今まさに放送中の大河ドラマの時代交渉を担当されている先生に来ていただくのは初めてでございますので、いやちょっと緊張しますね。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。いや柴先生のあの講演会とかも僕何回か行かせてもらって、はい、お話は聞かせてもらってるんですけども、はい、まあ今回は。 もう出演いただいたということで、もう根掘り葉掘り聞かせていただきます。<laughs> どうもありがとうございます。ありがとうございます。いやどうする家康もう一話から欠かさず見てますけど、どうもありがとうございます。いやいやいや、めちゃめちゃやっぱ面白いというか、はい。なんですかねこうやっぱ今回はすごいその家康のこうなんか成長はいをにすごい力入れてるなと。そうですね。今までって言うとやっぱり私たちは家康っていうのを結論から見てますけれども、はい、今回はその時代あるいは社会の中で家康がどう歩んできたのか、はい、と。 その中で彼の人物像というものを描いているかと思います。あの先生のあの本で、はい、あの青年イエスで、はい、看護されてたじゃないですか。はい、あの青年家康はやっぱりこうどうする家康スにこうやっぱ焦点当ててというか、はい、あのー、実はそうではなかったんですが、はい、はい、あの別のまあルートから回ってきまして、ね、でその段階ではまだ私は時代交渉でもなかったので、はい。 あの全く別だったんですけれども、けあの結局まあ時代交渉と中で加わった時にですね、まあ結局その整合性つちゃいけないんですけど、それをまあ結局つけることになっていったということになりますね。そうですね。じゃどうするイエスありきでその青年時代のイエスの研究を改めてしたってわけではなくて、そうですね。はい。ああそうなんですね。意外でした。はい。だって今回本当にどうするイエス若い頃の、はい。こういろいろ詳しく書かれてて、本当にそのドラマの中でもあの名字の、あの 松平まあ普通にこう時代家康戦国時代と家康見てるとあんまりそこで注目しないじゃないですかなんとなくいつの間にか徳川に変わっててでも今回そこも詳しく描かれてそうですねあの段階最後の執筆段階にはちょっと重なるとこあるんですけどそれ以前と最初からそれを目的にしたかというとちょっと違ってそうなんですねいやでも本当にこの若い頃の家康松潤さんのこの まあパワフルな若々しい演技っていうのもこう合まってちょっと本当に新しい息やすっていうのを楽しませていただいて、はい、どうもありがとうございますで今これあの撮影してる時がだいたい四十二回ぐらいですかねそうですね。 はい、まさに、もう、せきやなたんい直前。直前ですね。ちょっと、我々の馴染みのある、抜き家康になってきたなという。はい、はい、はい。まあ、家康も、ついに、天下人として。まあ、歩まざる得ない。そういう状況になってきたかと思います。いや、本当にね、面白くなってきてますよ。はい。間もなくね、もう、多分、行動がある頃には、もうすぐ、最終回っていうの、近づいてくるかもしれません。はい。で、今回は、ちょっとですね、私は個人的に、特に、あの、好きな。 登場人物、豊臣秀吉ですね。こちら先生の絶豊臣秀吉もありますけど、ちょっと豊臣秀吉についてちょっと深くお話しましょう。わかりました。どうもありがとうございます。よろしくお願いいたします。さてこちらですね、秀吉の実像ということで、今回室町さんが演じられてちょっとダークなというか、ちょっと怖い、そこが見えない秀吉というので。 まあ僕は個人的にはその子どもの頃に見た竹中直さんが演じてた秀吉、うんはい、だからもう本当に天真爛漫で,はい、はい、でみんなから愛されてそうですっていう、はいはい、秀吉がすごく印象にあって、はい、まあ個人的にもそういう秀吉にこうあの言ん,んですかねあの親近感があってはい、はい、でやっぱり秀吉って貧しいところから成り上がった人物なんで,で、ね、勇気がもらえるというか、はい、僕も頑張ろうみたいな気持ちになれるのですごくまあ好きなキャラクターだったんですけど、まあ、今回はその人たらしっていう面より 結構その天下人になっていく過程でのちょっとその残虐なところだったりとかダークなところっていうのが結構描かれたと思うんですがちょっとそういう秀吉の実像人だらしなのか残虐者なのかみたいなところでちょっと先生のこうご意見というか今まではですね、あのー、どちらかというと秀吉というのは明るくで晩年になってから残虐になってきたというような描かれ方がしてたと思うんですけれども果たしてそうなんだろうか。 えー、秀吉っていうのはもともと二面性を持ってるんじゃないかと実際にですね、えーまあ、信長の武将時代であった時もですね播磨において播磨、えーまあ、っていうのは現在の兵庫県ですけれども、はい、そこにおいてですね敵方の、えーまあ、人物たちの首をはねて並べて、はいはい、相手を威圧したとかそういったことも伝わっておりますので、はいまあ、そういった視点で見ますと、まあ、秀吉っていうのは、えー、そのいわゆる大きさですね、はい と同時に残虐性その面を持ってるでははないいいかとそうううふに私見てます今回ちょっとドラマで描かれた秀吉はどっちかというとその残虐な方というかまあそうですねまあちょっと描かれたところが対家康ということもあったからそこがピークになっちゃったんだろうと思いますけれども同時に例えば小牧の悪手の前とかのやつですと人たらしだったというようなところも描かれていますので農民たちから人気があるぞみたいなそうですねやっぱりそこの あの両面を捉えていっていただければなというふうに思います。うんうん、やっぱりその秀吉のまあなんか狡猾なところというか、はい、ちょっとなんかこういう面を強く見ちゃうと、はいはい、その人たらしも計算でやってんのかなとか、はいはい、ちょっと勘ぐっちゃうんですけど、はい、まあでもそこはわかんないですよね。そうですね。まああるいはもう元々の彼のやっぱりそのなんですか人格っていうものがそういうものを備えていたというふうに捉えた方がむしろわかりやすいんじゃないかなと、はい、そういうふうに思います。 で今回秀吉の周囲の人間も結構家康主人公ですけどはい、はい、しっかり描かれてて、まあ、印象的だったのは、まあ、中大間所大間所さんがなんかちょっと今回の大間所さん結構暗いというか明るいおっかーっていうイメージだったんですけど、はい、ちょっとなんかこう、あのー、バケモン秀吉が化け物だ、ね、はい,はい、はい、ちょっと怖がっちゃってるみたいな,、はい、なんかああいうところとかはこう先生時代交渉として。 なキャラ作りとかっていうのはあの特に秀吉関係はしておりません。そうなんですか。え多分あれは小沢さんが描かれたまあ豊臣一族だと思うんですけれどもやっぱり今までの像としてあの今までの像というとやっぱり息子が成長しあの活躍していく場面を喜ぶような母親っていうことが描かれていたかと思いますがその一方でやっぱりあいったところもあったんだろうと思うんですね私はそういったところ今回はあのまあ 一部分だけですけれども、うん、うまく描けたんではないかなということで非常におあ,<ー>あの興味深く思ってます。はい。なんか死ぬところもなんかもうなんか申し訳ないみたいな、はい、謝りながら死んでいくとかもちょっと結構悲しいなっていうそう感じがしてはい、はい、もう本当に秀吉って晩年そのもう朝鮮出兵のあたりって本当にみんな死んじゃうじゃないですか。はいあの今回朝日の死ぬところは描かれませんでしたけど、はい、朝日ももう亡くなってますもん。亡くなってますね。はい。朝日も亡くなって秀長も亡くなって,、はい、なって秀次も ちょっとあのタイミングってかなり答えたのかなっていう感じですねあの。やっぱりあの、まあ、まずあ,のあれですね娘息子が亡くなっていく上に秀吉がどんどん違う方向へ向かっていっているってことにはやっぱり母親としてもやっぱりあの思うところがあったんではないかとそういうふうに見ることができるんじゃないかなと思います。はいはい、秀吉の今回朝鮮出兵も結構しっかり、はい 思惑とかも含めて描かれてたと思いますけど、はい、まあドラマの中ではやっぱりこうどんどんこうみんなを豊かにしなきゃいけないから責めるんだみたいなことを言ってましたよね、はいはい、あとまあ領土的な野心っていうのは結構、はい、あの出てたと思うんですけども、はい、こう柴田先生その、えー、研究者として秀吉の朝鮮出兵ってそのどういいっったた側面があ今回はですね、えー、小沢さんに聞かれたことがあって、はい、まあなぜ唐入りを行ったのか、うん 実はこれ現在でも学説はいろいろ分かれておりましてあのまあ秀吉が宣教師に語ったのは自分の名誉を後世に残すためだとこれだけなんですね分かっていることはでこれをどう捉えるかっていうことでえまあいろんな学説がなされています,えまあ,あ,のですねあれですねあの要するに秀吉の領土的な拡張とかあるいはえ日本に抱えている問題ですね戦争の状況を 海外に持っていこうととしたとか、うん、あるいは、えー、ですねそういったものを考え東アジアとの交易とか、まあ、そういったさまざまな議論があるってことをです、ね、まずは小沢さんにお伝えし、はい、私としてはですねその中でも、えー、名誉というものが秀,、うん、あの秀吉が後世に残していきたいというふうに言ってた、うん、これをちょっと重視しながら、まあ、どううかなっていう話は持ってってたんですね、はい、その中で、まあ、小沢さんが全ての要素を集めたような形で今回描いてくれたんではないかとそういうふうに見ております。 なる、まあ、でも確かにその何も成果あげられないままでは弾けないぞっていうので、はいはい、それで2度目の慶長の影響が起きたというような方でしたから、はい、まあそこはやっぱりこれまでずっと勝ち続けてきた秀吉だからこそ、はい、ヘマしたくないいっていうあとですね後世にどれだけ自分が偉大な存在として名を残していくかこれが、えーまあ、何よりも重視されますので。はい 単純にこれは例えば責められた時も降伏するのではなく滅んでいく道を選んでいくとかそういったこともありますので秀吉としてもですねまあ要するにあの段階の秀吉の後継者っていうのはよくわからない正直言えば秀次という存在がいますけれどもまだあの秀吉のえその後どうなっていくんだろうかっていうことがわからない中で少なくとも自分の偉業というものを世間にえまあ伝え残していきたい。 そういった秀吉の意図があったのではないかというふうに私は考えていますね。いやなんかちょっとそうなんか単純なこう野心とか、はい、そういうことじゃなくてなんかこう人間らしいというかはい、はい、ちょっとなんか悲しさもありますね。はい、うんそれをまああそこまで行った人ですから、はい、やっぱり最後まで華々しく生きたいっていう。はいはい、そうですね。 まあそういった中でまあ秀吉はやっぱり天下人ですからまあいろんな要素が合体していくと国内の問題あるいは領土を拡張しなければならないとかそういった問題を絡めて今回のドラマはまああのそういったですね辛いというものをうまく描けたんじゃないかなというふうに私は思っていますいやでも本当面白かったですありがとうございますい、はい、でまさにその辛いがそのままこう石川の戦いにもつながっていくというような,感じ、はい、ないそうですねやっぱ辛いっていうのが こうなかったらまたちょっと違った形だったんですかね。そうですね。うん、あの豊臣のあの体制を維持できたかもしれませんし、はいうん、まああるいは逆に空入りというものをせざる得なかったってところもあるかもしれないですね。あのやっぱりそれまでのえー、まあいわゆる日本のあり方が、はい、今秀吉という存在の下でまとまったということをまあ当時の国際社会に認めさせるためにはあの段階を踏まなければならなかったというところもあるのかもしれない。うんうん、そうですよね。やっぱこう秀吉ってその まあドラマの中でもありましたけど、はい、不代の家臣がいないていうところでやっぱりこう孤独だったのかなっていうと、はい、あとは、うんまあ、あれも描かれてたと思いますけどやっぱりあの秀吉の根っ、うん、からの支配層の出身ではございませんのでそういったところも大きな影響があったんじゃないかなと人の,、まあその人格とかその陽気な人だらしっていうところで人の心はつかめるかもしれないけど,、はい、いけどでもやっぱり。 みんなも所詮こいつは農民だぞって代々侍の家の人間からしたら、はい、なんだよってやっぱ思われちゃう、ね、うです、ねうん、そこをやっぱ圧倒的な力ですごいって見せなきゃいけないとい,、はい、ういうことです秀吉も苦しかったのかなって思っちゃいますね,そうですねやっぱりなんだかんだ言っても<や>あの秩序っていうのは残りますから日本においても天皇を中心とした秩序というのは残っておりますので、はい、その秩序の中にまあ自分を位置づけて秀吉も位置づけていく、はい、わけですけれども。 さらにそれを、えー、やっぱり国内だけけでで問題いいうのは片付かないわけですね、はい、国際社会というものがあってで今までもその国際社会の中で例えば足利将軍とかが日本国王などで位置づけをしてきたわけですね、はい、そういった中で秀吉もまた今自分が天下人になった以上、うんえー、位置づけをしていかなければならない、うん、ということが、まあ、彼の課題として、えーまあ、これ天下人となってしまった。うん まあ、課題になってくるわけですけれども、<ー>求められてしまった、結果からいるということになってったんだろうというふうに思っています。秀吉も最後まで結構チャレンジャーだったんですね。ねそうですね。まあ、豊臣っていうこの新しいブランドを作って、ね、やっぱそれにこう歴史を、ブランドと歴史がないと、はい。意味ないですもんね。ねはい。うわ、それがやっぱりこう二代で終わっちゃったってのは悲しいう感じですね, <laughs> ですね。逆に家康は、こう、まあ、源氏を治ったわけじゃないですか。はいはい、やっぱ、そこはその源氏ブランドというか。 足利将軍も源氏だったわけじゃないですかそこら辺はやっぱ意識してたんですかね。はい。家康の源氏っていうのはまず最初の源氏っていうのはですね足利将軍の世の中での源氏ということで目指してたわけですが実際はあの藤原とかそうですね最初の三河神になる辺りではそうですね源氏を目指してしまって最のいた ようやく豊臣政権下において、はい、まあこれは秀吉が自分は源氏を従えているという存在として示す意味もあったんだろうと思うんですけれども、はい、まあ家康源氏に名乗らせると、うん、まあそういったことがなされていくんですが、まあそれを、えー、終わった後ですね、まあそれが終わって秀吉の、えー、まあ要するに亡くなったと再び源氏に戻していきます。はい、やっぱりですね、まあ政権にこれ日があのこれは私のそうまあちょっとあのいろんな資料を見てる中での考えなんですが、はいえー、ひあの当時の まあ、世界というのは東アジアなんですが、はい、その東アジアを中心とした世界の中であの通じる、はい、あの姿勢というのがありまして、はい、姿勢というのはあの一族の命の方なんですが、はい、それがおそらく平と源しか豊臣なんていうのをました創設をしたばかりの姿勢は全然通じないんで信長秀吉はそういったことも考えて多分平を名乗っていったと思うんですね、はい、ところが、まあ、やっぱりその平っていうのは。はい まあ失敗していったわけですよね、はい、悪いイメージもあるわけで、はい、そういった中で家康がまあ東アジア世界も考えて、うん、まあ当時の世界を考えてですね、はい、まあ源ということで名乗っていったということもあの一つ見ることができるんじゃないかなと思ってますねあそ,すそのえっ、ー、と中国民の国とかもそうです、ね、やっぱりその足利時代のこう、はい、あれがありますもんね通称があるんで源氏、ね、は馴染みが入ったと、はい、だから足利将軍とかやる方 やり取りっていうのは足利の、あの、苗字の方ではなく、源の方でやって、やってるわけなんで。源という、あの、苗字の方が、姿勢の方が、あの、向こうの人たちにわかりやすいんですね。ああ、そうですね。やっぱ、こう、源ってやっぱ特別で。そうですね。で、それに対抗するのが、もう一つ、平、平なんですね、これ。だけど、あれ、今まで源だったのが、なんで平なんだろうかっていうのが、やっぱりつきまとうわけですね。 日本のまあ王というか代表者として認識してるわけですからす、ね、名前が変わっちゃうと,ちょっとそうですねだからそこが秀吉のまだ越えられなかったところがあったわけですね信長平って、うん、で秀吉はまあ平藤原とかいろいろ改めますけれども、まあ、その最終的には豊臣というところに行くんですが豊臣では世界に通じないんですね、うん、ま,だまだ浅いんでまだ浅いですので豊臣平っていうふうにあの、うん 外国のとのやり取りはすするんですけどあなそのやっぱりその平っていうのがあれ今まで源だったはずじゃないかっていうことでやっぱりですねあの民とかとうまく合わないかったってところも大きな、はい、あまあ秀吉のあ<ー>、えー、抱えてるですね宿命になってしまった。あそっか本当そう考えると秀吉のこう豊臣政権って秀吉がもうあ鮮やかにこう天下を取ってたイメージがあるのでやっぱこう特別な こう存在として認識しちゃうんですけど、はい、やっぱ結構脆いというか、はい、ちょっと足元これは厳しそうだなっていうのをその一族がどんどん死んじゃっていないとか阿布、はい、の家臣がいないとかいろんな要素があって、はい、結構ぐらぐらだったのはちょっと今、まあ、そうですね <laughs> まだやっぱりあのまだ基盤が出来上がってない<ー>でようやく指導し始めたばかりでこれから固めていかなければならないしかしその前提の中で。 その前提というのはもろあの基盤が脆いという状況の中でまあ世界とどう付き向き合っていかなければならないという問題を早くも抱えてしまったとっいうところにあの秀吉の政権の。 ちょっと同情ねなんか道場しちゃいますね。そうですね。なんかもうした盲鹿したってボロボロに言われてましたけど、まあ秀吉なりにいろいろこう悩んだ結果の選択だったかもしれないやっぱそういった後残されてる時間っていうのも秀吉は考えたんじゃないですかね。なんかそうだあのこれ一時資料かわかんないですけど、秀吉がなんかトの肉を消耗してたみたいな話を聞いたことあって、やっぱそれもなんか健康とか。 長長寿とか、生きしたいっていう意思があっまあそうですね。やっぱり自分のもとでまとまっている状況、うんうん、まだあの豊臣家というもとでまとまっている状況ではないので、うん、秀吉としてはやっぱり、えー、それを時間をかけて固めていくことをしたいというのがあったんではないでしょうか。うん、なるほどやっぱねそうなるとこう秀吉の晩年のあのなんか死に様とかもちょっと悲しくも見えてん、ね、ですね。うん 今回太鼓をくたばるっていう、なんかもうざまあみろみたいな感じなのかなと思いましたけど、ちょっとやっぱちょっと悲しいなっていう。そうですね、そういうところはありますね。なるほど、いやー、面白いです。ありがとうございます。はい、こちらこそどうもありがとうございます。はい、そして今回ちょっともう一つちょっとお伺いしたいことがありまして、こちらにもちょっとありますけど、キオス会議。あの私、このキオス会議がすごく好きなんですよ。ありがとうございます。テーマとしても。その。 まあ今までの,このイメージだと三谷幸喜さんとかも映画にされてて要は信長が死んでしまったその後の後継者どうするのかえ信雄と,と信孝この二人が争う。次男と三男で争う中で秀吉がこの秘策のような形で三法師様を出してきて孫のね三法師がいるぞと。でみんなに三法師を担いだ状態で図が高いって言ってるっていうあのイメージが。 えすごく強くてうわ秀吉の奇策だなみたいな印象があったんですけどもはい、はい、こちらのこう島先生の読ませていただいて、はい、いや実はそうではないと、はい、もう三法師が後を継ぐっていうのは規定路線だったというふうになってたんですけどもそのあたりはそうですね私としては、まあ、信長っていうのはあの最後の段階で、はい、もう特にですね武田の討伐が終わった後に、はい、彼が信忠に天下を譲りたいというふうなことを言っていますので、はい、そういったことから いいいろろ考えていきますと信長っていうのは自分が天下人の後と、えー、織田家が、えー、天下人としてあり続けるためにどうすればいいのかってことをですねまあこれは秀吉もさっきの秀吉もそうなんですけど、はい、考ええていいたんだろうというとうに見えますでそういった中で、えー、信長の子供たちを見ますと信忠以外はみんな養子に入ってるんですね大変ね。そういったことを見てみますと信長っていうのは信忠の系統に。 後を継ががていいいいきたたととう、まあ、意思があったんじゃないかと、まあ、秩序づけてですねあ、まあ、そういう方向性があったんじゃないかとでそういったことで資料を見ていきますと例えば三法師が若君様とかそういった形で扱われてるっていうのは非常に重要なことなんじゃないかと、まあ、そういったこと、まあ、ちょうどあの愛知県史という資料集が出てかなりそのあの実態が分かってきた状況の中でしたので、まあ、その愛知県史などの成果を踏まえながら今回これをあの 気雄会議というのを書いたんですけれども、はい、まそういったところで見てみますと、やっぱりですね、えー、小田政権といいますとなんかすぐ信長が亡くなったことによって、えー、ガタが来てしまうっていうふうにまあ、解体してしまうという見られがちなんですが、実はまだ機能していたんじゃないかっていうことが分かってきたんですね。まあ、そういった中で、えー、まあ、秀吉の対等というものも描いていく必要があるではないか。まあ,あの秀吉の今までの描き方っていうのは。 まあ、光秀を打ったでそれによって、えーまあ、実力者となっていってあとは秀吉のサクセスストーリーうまく天下人へと上り詰めていくってストーリーなんですけども果たしてそうなのか織田家という存在がまだある場の中で秀吉はどのように天下人へとなっていったのかということがこれは今まで描かれていませんでしたので、まあ、それを、えーまあ、見ていくことによって、まあ、たあの秀吉がですね実際にはどのように 天下人とな歩んでいったのかっていうのが明らかになってきたんじゃないかなというふうに思います。このキオス会議でもその決まったことがまあ要はその三王子様がとかそういうことではなく、はい、そう合合議制で決めていこうっていう,そうです、ね、三王子がまあ当主は当主なんですけど、はい、まだ幼少数えで三歳まあ現在で言えば二歳ですので、はい、当然あのまとめることができませんので。 織、えー、田家の、まあ、会社で言えば重役ですけれども重、はい、役たちが参謀師を支えて、えー、政権をけ運営していくそういったことになっていったと、うん、なんかもう一気に秀吉が全部持ってっちゃったかっさらっちゃったみたいなイメージがありましたけど、はいはい、まずその前に一回その、ね、そうですね人生がそう、はい、なるとこう関ヶ原ともちょっと似てるというか、はい、五代路五奉行も王儀制でやろうぜみたいな、はい、秀頼様がいてみたいな。はいはい でも結局家康が出ちゃった。そういうことですね。それに似てるというか。そうですね似てるところがあるかなと思います。面白いですね繰り返しちゃってるところ。そうですね歴史はあのまあ規模は違うかもしれませんけど繰り返しておるっていうところですね。でそれで今回ちょっと僕が思ったのがそのこの清洲会議後の秀吉が柴田勝家と争って柴田をもう排除してしまうっていう流れの中でこの信長産なの信長の存在が結構キーマンなのかなと思ったんですよ。 信孝はちょっと、ダメじゃないかというか。か、はい、信孝がわがまま言ってたせいで、めちゃくちゃになってないと思っちゃったんですよね。はいはい、先生、この信孝って、どういう、こう人物ですか、ね。あの、信孝っていうのは、結構優秀なんじゃないかなと私は見ておるんですが。ただ、えー、まあ、その生まれ軍のですね。まあ、どこまで、その資料、まあ、資料が、しっかりしたものはないんですけれども、その生まれの。関わることですね。母親の立場とか、そういったものが、ええー、必ずしも。 えー、良いものではなかったことからですね織田家の序列においても、えー、信忠信,信勝、えー、信金そしてのあの信孝という順番になってしまってますのであ信兼は信長の弟,弟,で弟ですねそれより下、えーはい、しかも信兼は最近同母邸だったっていうふうにも言われてますから、はい、要するにあのあのの信長と同母邸だったっていうふうに言われてますから、はい、その人物よりも下になっちゃってるあ<ー>でそういうことを言いますと序列的に低いんですね。うん でそういった中で、まあ、彼はやっぱり自分の存在をアピールしていきたいっていうことが強かったんではないかと思うんですが信孝を使った印番が、はい、一見平天下ってめちゃめちゃかっこいいですよね一振りの剣で天下を耐え上げるっていう、はい、だからそのモチベーション高いなと思ってそうですねやる気はやっぱすごいあったやっぱり、まあ、本人は織田家の中に置いて、うん、自分こそが、はい、あの まあその活躍で成し上がってきた人物なんだという意識は強いんだと思いますね。でましてあの山崎の戦い、はい、まあ一般に私たちは秀吉と光秀の戦いって言いますけれども、うん、まあ世間から見れば確かに秀吉で存在も大きいんですけれども、はい、信長という人物がえ大将として光秀を破ってますから、ああかはい、この意味ってすごい大きいんですよね。うそっかじゃあそういったそのまあ実績とかも含めて、はい、自分がないがしろにされてるのはこう納得いかないっていうのが。 だって親の敵を取ったわけですからね。それなのになんか合議制でやられちゃって蚊帳、うんね、の外に置かれてそれは確かにあーちょっとまあそうか何かすごいわがまま言ってるなと思っちゃったんですけどあ、はい、まあでもその主張は何かわかると思いました、はい、自分が要するに山崎を破って、うん、山崎で光秀を打った、はい、でそれによって織、えー、田家を再興する道を作ってやったのに、うん、それがちょっとあの何、うん、ですか 三法師が成長するまでの明代にもなることができなかった貢献役になることもできなかったと、はい、まあそういった意味合いもあって、うん、まあ信孝的にはですねやっぱりあの自分のアピールっていうものが必要だったんじゃないかな、うん、だって下手したら三法氏の代行投資になるべき存在だったんですよね、うん。それれがなかなかったわけですから、うん そこ,でまあ、でもそこでまたややこしいのが信勝っていう存在も、はい、そうですね信勝いなかったらまだなんか信孝出るのううもあったと思います、ね、するんですけどこの信勝がちょっとやっぱそうです位、ね、は高いけど、はい、母親も信忠と同じって言われてるんでしょはいと言われていますし、はいまあ、あるいはまた別なのかもしれない可能性もあるんですが、うん、とりあえずそれでも織、えー、田家内では、うんえー、信忠にすぐ人物として位置づけられている、ね、これは重要だと思うんですね。はい でもまあ信勝自身は明智討伐には何も功績を挙げられなかったっいう,う、ねい,はい、いやなんかこううまくいかないですね、はい、<laughs> そうなんですねだから結局、はい、あのそういった秩序信、うん、あの信信勝を信孝が超えるようになっちゃうと秩序が乱れちゃうんですね、はいはい、まあそういった問題もあって。うんうん やっぱりまあその一番いいのはもうじゃあ三歩師様で周りで何とかしていきましょうみたいなそういうことになってくるか,、ね、からまさにそのどっちかを耐えたらどっちが立たなくなるみたいなセリフがありましたけど、はい、その通りでおとなしくしててくれよだったんですけど信孝としては納得いかないっていうところで、まあ、戦になってしまったっていうそういうことだと思いますね。そうかいや そう考えるとそのなんか信貴のあの死に様とかも、はい、結構いろんな話があるじゃないですか。のえっ、ー、と野間で、はいはい、の源の義朝にかけて、はいはい、報いを待つ始末ですね、はい、っていう歌があるみたいな話もありますけど、その中まあ憎しみと悔しさみたいなのって、はい、多分それはあるだろうなとは思いますね。いやそうか。いやちょっとまだ考え方やって、はいる感じです。ちょっとわがままなやつだなと思ってたんだけど、はい、<laughs> すみません。いやでもやっぱ。 そうですよね戦国武将みんなそれぞれ命がけでやってきたことがあるわけですから、はい、まあその中でやっぱ自分の主張を通したいっていうのはたとえ戦いになっても、はい、っていうのは、まあ、戦国武将としてあるんですか、ね、そうですすねそう<ー>やっぱり、まあ、先ほども言いましたけど名誉というものが重視されますので、はいうん、要するに彼は、はい、親の敵を取った、うん、しかも織、えー、田家を揺ら、はいまあ由来でいる織田政権を彼の視点からすればですよ 自分が最高に持っていくという道を切り開いたのに、はい、それが評価されなかったとっいうことになってきますと当然、それは不満を抱えてきますし自分でまたそれを切り開いていくという方向性を作らざるを得なくなってしまった、はい、そこに彼の、まあ、そのあの悲しい末路というのは,あったんではないいかとううふうに思か秀吉に真っ向勝負を挑んだけど、はい、勝てなかった一枚上手だったということですね。秀吉はこう やっぱ強いですよね基本的に。そうですね秀吉は、うん、やっぱりあのうまく人をまとめていく、はい、この力っていうのは秀吉は優れていると思いますね。うん、そうですよねで結局柴田勝頼はまあ秀吉と反目しましたけど、はい、まあ池田とか村上とかはもあっさり秀吉ついちゃった、ねはい、そうですね、うん。今回ドラマの中でも結構あの池田は、えー、はい、はい、常磐だいぶ濃いキャラで、えー、濃いキャラでしたね。蓄勢、えー。 わしは筑前の言う通りでいいとか言いながら、なんか腹の内に抱えてるけどみたいなキャラで、はい、面白かったですけど、でもやっぱああいう濃い面々が、はい、一応は秀吉したかったわけですよね。そうですね。そこはやっぱ秀吉のそうですね。秀吉のやっぱり掌握ですね。あとはこうドラマのまあこれはちょっとオリジナルだと思うんですけど、まあお市様がちょっと 家康のこう援軍を期待してたそれがなんか茶々の今因縁にもつながっちゃってるみたいなはい、はい、これすごいストーリーとして面白いなと思って,てるんですけどはい、はい、やっぱあそこの,この静岳の戦いにおいても家康としてはやっぱ柴田勝家に味方してその最終的には秀吉戦うわけじゃないですかはい、はい、だからもうそのタイミングで秀吉と柴田勝家と組んで秀吉攻撃しちゃってもいいんじゃないかなとか思っちゃうんですけど、はい、そこに関してはやっぱまだあの時点では。 あの時点ではそういうふうにドラマでは描きましたけれども実際のところは実はもう秀吉方なんですね家康ははい信雄どちらかというと信雄支持派でして一応信雄が名代とってことで三法師が成人するまでの当主っいうことになるわけなんでその三法師をあの段階の家康は支持するという立場を取っておりますからじゃあ織田政権でいうと秀吉はもう官軍になっちゃってそういうことですね なんか晩,晩年とか確か小田原の時ぐらいに秀吉が書いた書状で「あの柴田勝家の反乱を鎮圧したんだ私は」みたいなはい、はい、言ってるものがあったと思うんですけどやっぱそのもう勝家は反乱軍っていう扱いに、まあ、あの秀吉から見えばそういう扱いになっちゃって,て、はい、勝家側は勝家側で信孝を立ててありますからそう、ね、あそうかそうかでも、まあ、信勝を推しするってなったらもう,そ,うです、ね、そっちがね。い感になっちゃって、ねはい、家康としても、まあ、領地も接してますしね、はい、なかなか難しいその北条とかもいますしす、ね、はいはいね。 いやーなんかこう本当に今までの,そのまあよく分かりやすい秀吉のサクセスストーリーっていうのも分まあまあかりやすくていいんですけどまあそこにはうやっぱりだから織田政権っていうものがまだ完全に解体してるわけじゃない、うんはい、その中でさらにえやっぱり信長とそして信忠という人物がいなくなったのは大きいと思うんですけれどもえ人物がいなくなってしまった中でどうまあ政権を維持していくかっていうことの中で。 大きく言えば2つの派閥があってそれが対立しちゃってしまった結果まあ内乱が起きてくるっていうことになりますがどっちが正義とかそういうわけでもなくそれぞれ正義があって主張があってぶつかってしまったということかいや本当に今回「どうする家康」で家康のストーリーなんですけど僕ちょっと織田信長秀吉が好きなんでそっちもすごく注目してみたんですけどちょっと改めてまた織田とか秀吉の 大河ドラマっていうのをちょっと期待したいなと。はいはい、今回はそういった意味で、あの秀吉の台頭過程っていうのは、はい、まあその織田のですね、本のうの後の織田の内部の問題の中から台頭していくんだってことが、はいうん、まああのうまく描けたかどうかはまた置いといてもですね、はい、とりあえず、はい、あの描いてきたことですので、はいうん、これがさらにそのアゴードですね、はい、ドラマに引き継いでどう描かれていくかってことが、はい、まあまた今後関心を呼んでくるかと思います。うん、いや、本当楽しみです。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。はい じゃあ最後に、えー、どうするいやす、まあ、このシーンが良かったとかこのキャラクターが良かったというちょっとお話を、えー、先生にお伺いしたいと思いますけども、はい、あのもちろん言える範囲で大丈夫ですので、はい、時代交渉的な視点で見てこうだったとか,なんかそういう話を聞かせていただいたらシーンはどこがいいかっていうとですね、まあはい、やっぱり、まあ、思い入れがっちゃうかもしれないですけど、はいまあ、ほとんど全然全てあそう話か,かなと思いますね。当然、いいろいろ まあ、今後、ですね、はい、まあ考えを変えてこれでいいのかっていうところもあるところがあるかと思いますけれども、うん、やっぱり、えー、シーンとしては特にあどこだっていうものではなく全体的に良かったんじゃないかなと思っております今回も本当にいろんなこう、まあ、有名なあエピソードがいっぱい描かれていく中で、はい、まあいろんなこう、ね、意見とかも視聴者からの意見とかもい,ろいろいろあったと思いますけどやっぱり全体を通して見ることによって。 まあ、あのドラマっていうのの描きたかったことっていうのが見えていくんではないだろうかなっていうことがそう,です、ね、そういうふうに思いますね、まあ。ここのシーンだけっていう話ではなくて家そう生涯をやっぱり描いてるわけですから、はい、連続したものだっていうふうに見ていくっていうのがやっぱいいのかっていうことですね。 まあ、人物は、だから、まあ、いろいろいますよ、ねうん、いろいろ、はい、はい、絞りきれない,ないです。絞りきれませんね、だから、やっぱり、ドラマとして、まあ、やっぱ、松本さんが演じた家康っていうのも。私的にも、良かった、良、はい、かったなと思うところありますし。うん、はい、あとは、徳川家臣団。の、個々のね、うん、あの人たちの描き方も、良かったと思いますし。うんうん、はい、あと、まあ、先ほど出てきました、室哲夫さんの。秀吉も、また、良かったな、というふうに思っておりますので。 僕はカ診断でいうと、今回はやっぱりその若い頃のあの言いやすいが書かれたので、ちょっと久しぶりかなと思うんですけど、こう若い頃の本田忠勝とかってあんまり見る機会がないので、ちょっとその辺は新鮮でしたね。ありがとうございます、うん。こう、武田相手にこう気を吐いてるけど、うん、まあまだちょっと経験不足なところがあったりとか、はい、で。 実際たぶん、怪我してるんだろうなと思うけど無傷伝説を保ち続けるとかいや、面白かったですけどもう関ヶ原ぐらいになるとみんなから本田忠勝様だみたいなみんなが本田殿だっつってすごく恐れられるというかその成長家臣団の成長を見れるっていうのもやっぱりあのドラマっていうのはその成長の中でらに時代その時代。 社会にどう対応していくかっていうまあ人物たちのまあある意味伝記っていうことにもなってくるかと思うんですけれどもまさにそういったことがまあうまくでうまくどこまでうまくって言われればあのちょっとあの言葉に詰まっちゃうところもあるんですけれどもまあうまく描けたところがあったのではないかなというふうに思っていますあと個人的にじゃちょっと僕の好きな人とかの話をさせていただきたいんですけど僕は信勝まあちょっと信雄が非常に好きなんですけどまあ今回信勝がそのまた 単なる馬鹿殿ではなくちょっとその信長のこう、まあ、後を継ぐにはちょっと荷が重いけどはい、はい、すごい一生懸命やってるなみたいなで,、ね、で、ちょっとなんか調子乗っちゃうとこもあったりとかしてはい、はい、すごくなんか愛されるキャラになってるなと思ったんですけど今もしかしたら信勝ってちょっと再評価されそうな感じですかね。やっぱり彼っていうのは、まあ、あのいろんな、まあ、本能寺の変なとこですね、はい まあいろんんな経験を積でできてるわけですね。その中でやっぱり織田家というものをまあ彼はどうい、えー、残していくかっいうことで捉えていくとままたた違った見方ができてくるかと思います、うん。ちょっとなんかあれですもんね安土城を焼いちゃったとか黒、はい、イスにちょっと知恵足りないからみたいなはい、はい、ひどいなっていう感じをされたりとか、はい、ちょっとなんかこう、ね、今までバカにされすぎてた感じしますけど、はい、やっぱりこう。 まあその秀吉に改易されちゃったとかもはい、はい、結構何やってんのっていうところありますけど、まあ、そのやっぱ織田家の,その生き残りとして、はい、その秀吉が織田家を全部乗っ取っちゃった中で、うん、まあ生き延びていくっていうところで言うと、まあ、ある意味すごい能力高かかったのかなっていう,そうですねやっぱりその後においてもあの彼の存在っていうのが。 無視できないところがありますので、はいうん、彼は開易されて、はい、あの、まあ一年ぐらい。下助の国に那須に行くんですが、はい、例えばそれを家康が。やっぱり許してやってくださいと、働きかけたりするわけですね。うん、で、そういった中で、戻ってきた時に。まあ、彼は一戦から身は宮は引くんですけれども。はい、依然として、あの、織田上臣ということで、はい、秀吉、豊臣政権内において。影響力は持っている存在ですので、うん、そういった意味で、彼の、あの、ですね。

でも、確か氏真に関しても、はい、あの城に駿府に戻してあげてほしいみたいな、はい、信長に言って「お前何言ってんの?」みたいな言われるしあったじゃないですか確かそれもあの史実というか史料的には確かのぶあ、えっと、氏真を戻すみたいな話があったんでしたはいありますねそういう話ありますね、うん、しもともと氏真あの段階のなんです結構積極的でしたね牧之城という現在の,、はい、あの静岡県島田市にある城 あそこの上司を務めていたとも言われていて、はい、その立場で家康が、まあ、彼をですね庇護しながらですね、うんえー、駿河の攻略を図っていたというふうに現在ではですねいろんな事実が分かってきて<ー>彼の存在もその中に居続けられてきています、うん、でそういった中で、まあ、家康の構想としてはですね彼を駿府、えーまあ、に置こうと思った、はい、ところが、まあ、信長からすると、うん、まあ それで本当にしっかり収めることができんだろうかということで、それはなくなってしまったということになるかと思うんですけれども、かなり宇治真という存在、あのまあ最近いろいろ研究が始まってきましたけど、見直していくとですね。今までと違ったことが見えていくるんじゃないかなと思っております。宇治真とまあ宇治真とですね。その氏、真の奥さんというのはまあ、あの北条家の奥さんなんですけれども、その関係にもたらされた北条家との関係というのが。 まあ、その後の対武田助とのですね、戦争に大きく影響してんじゃないかと。さらに、ちょっと言いますとですね、築山殿、あ、信康月山殿の事件ってなんですけど。今までっていうのは、月山殿っていうのが、今川の一族だったから。あの、和田と付き合ってるんですね。あの、家康と会わなかったっていうふうに言われてたんですけども。もしですよ。あの、その氏真の評価をですね、その家康が庇護してる氏真の評価をしてみますと。 対武田戦争を積極的に進め、北条と同盟、東条は当時働きかけていくんですけど、はい、それに一番働きかけてるのはひょっとしたら氏真じゃないかなと思うんですよ、うん、そうなってきますとその頃の対立構図っていうのはむしろ家康氏真に対して築山殿あ信康築山殿っていう状況になってくるんで、はい、あまたちょっと見え方変わってくると思うんですね。 まあ今回ドラマでもあのすごい僕印象的に印象に残っているのがその家康が浜松に入った時にばあさんがシャークのばあさんが餅っていうか団子に石入れてたりとかなんかみんなからすごいバカにされたりとかなんかすごいアウェーな雰囲気になってて全然受け入れてもらえないみたいなところからまあ信頼を勝ち取っていってっていうところが描かれたと思うんですけどそれをこう考えるとやっぱりもともと地元にいた殿様である氏真って。 やっぱそ,のそこに住んでる人たちからしたら戻ってきてほしいっていう感じになったのかなとかそうですねやっぱりそういう存在っていうものそういう存在の、まあ、があったってこと自体がやっぱり大きな意味を持ってるんだろうと思うんですねだから戦国時代、はい、国衆を従属した国衆をそのまま生かしていく家康自身もそうだと思うんですね、はい、松平という家をあの今川義元が保護し続けてきたっていうのも、はい、そういったことでなってるんだろうというふうに私は思います そうなると、この豊臣政権の時ってあの秀吉が自分の子飼いの清正とか正憲とかを大名にしていくじゃないですか、はいはい、全然知らない清正とか何のゆかりもない九州にいきなり熊本にボンって2万石とか与えられてもめちゃめちちゃゃゃ大変だったんじゃないのそういったところがまた話も思っちゃいますけど豊臣政権ってなんかす,すごいけどかなりもう無理したというか <laughs>、うん、かなりちょっと。 まあ特幹工事でで作られていのかなうう感じですまあそうですね。一方でその大名家をまあ保護する、はいはい、でその大名家の,、えー、あの社長ですね、はいまあ、いわゆる投資ですけども、うん、それを、えー、しっかり基盤を固めていこうと、うん、そういうことをするんですね、うん、ところが、えー、豊臣政権っていうのは家臣の方家臣、うん、一門とか家臣の方まではメクバらずしないんですね、はい、これが内あのその後の内部対立を引き起こしてしまう。うん この状況をであの関ヶ原を迎えてしまったためですね、うん、まあ、関ヶ原の時それぞれの家が内部対立を抱えた状況で動いていくからあのうまく機能しないという状況になって 関ヶ原の戦いも、その家の中で結構割れちゃって。るまあ、真田はすごく有名じゃないですか。犬伏の別れ。ありますけど、確か、僕の地元でいうと、久喜。は確か別れてるんですよね。お子さんと息子で。そういう家の中の対立が、その対乱にくっつくっていうのは、ちょっと応仁の乱にも似てるという。かやっぱ、なんか、本当繰り返しちゃうんですね。そうでああ、面白いな。あと、ちょっと、話出せなかったですけど、明智もすごく好きでした。私も結構、あの、佐藤さんの明智って結構ですね。 それななりにいいいいいとところを描いてんじゃかうあのちょっと前が長谷川さんがすごいああもう前人みたいな光秀でかっこよかったんで,ああそ,で、ね、そのイメージからすると「うん?」って思っちゃう方も多かったかと思いますけれども残されているような資料を見てみますとああいった光秀っていうのが比較的に一面的なところもありますけれども比較的ですね、えー、残されている資料に沿った、えー、像としてふさわしいんじゃないかなというところは私は見てて思いました。ああうん 本当信長にすっごい信長の顔色がかかって家康、はい、が待ってる時も信長が笑うまでこらえて自分も笑うみたいなめちゃめちゃ気使ってるなっていう、はい、それが今回は家康、まあの策略ではで、ね、められるっていうはれて、まあ、あれもかわいそうだなと思いましたけど、はい、<laughs> それは家康、ね、の首つかまえて、はい、なんか口になんか詰め込んでやるみたいなと言ってましたから、ねね、あれぐらいもう,もう怒るのは、ね、当然かなと思いますけど。 やっぱ織田政権の中で、その成り上がりものですもんね、はい、あのうちも。やっぱりすごく、まあ気遣って。気遣ってですね。絶対失敗しないようにいう、はい。しかも信長との信頼の中で、彼は動いてますから、はい、その信長の信頼が切れた時。はい、まあやっぱり彼っていうのは、自分の、やっぱり今後との立場っていうものも意識せざれなかったっていう。うん、まあ信長と光秀だけの問題でしたら、まあああいう描き方もあるかなというふうに思います、ね。いや、惜しかったですね。ありがとうございます。こちらこそ、ありがとうございます。いや楽しかったですね。 いやーまだまだいろいろ話したいんですけどちょっと三成の話をちょょっっととの話いですすよ <laughs> 今回三成が最初家康すとすごい気合いそうですね、はい、みたいなこと言って、はい、一緒に行けそうっていう感じだったのにどんどん我々の知ってるの対立に向かっていくっていう流れがはい、はい。 すごいいだっっったとと。うううか、はいはい、やっぱそうなっちゃうよねとでも、はい、あれもしかしたらうまくいくかもみたいなはい、はい、我々は歴史が知ってるんで、はい、あの家康と三成の田い碁とはもう分かってるんだけど、はい、それでもあれこれうまくいくかもって思わせでちょっとしたボタンのかけ違いで,で、ね、やっぱり歴史通りになっちゃうっていうのが、はい、すっごい面白かったんですけど、はい、三成三成ってこうやっぱり家康という存在を まあ、危険視していたっていうのがやっぱり結論としてはやっぱそうなんですかねあの最後はそうなっちゃうんだろうと思うんですね最後は。ただその前からそうだったのかっていうのは、うん、やっぱりちあの検証してみなきゃいけないだろうと思うんですね。はい、でこの描き方っていうのは単純にこれも後ろから持っていったものなんですねそれで、えーまあ、描いてしまっていまして特に、えーまあ、三成たちの集権派っていうふうに捉えて。はい ええー、まあ、要するに大名たちというものを抑えていく。その一方に対して、それに対するですね、対まあ、対抗する勢力として、文系派っていうのが豊臣政権にあった。で、この構図を、まあ、千九百六年代に描いて、まあ、研究者が描いたんですけれども。これがいまだに大きく影響残ってしまっているですね。で、そんなに簡単に湧き切れるものなのかし。し、えー、そんなにですね。えー、いつも対立してるのかっていうと、そういうわけでも決してありません。ええー、実際に、ええー、まあ。 静岡県のですね、まあ、静岡市の、まあ、博物館に残ってるものの中にですね秀忠の書状の石田正純宛の書状がなんですが<ー>その石田正純っていうのはあの三成の,兄あのお兄さんですけれども、はい、まあおいなんかの秀忠に対してお祝い会に対してくれたらしいんですね<ー>それに対して令状を書いてるなどありますから、うん、決して石田家と徳川家っていうのが対立し合うものではないだろうというふうに私は見ています。うんうん、でその中でやっぱり 問題を起こしていくその両者が決裂に決裂するほども問題を起こしていくような事態な、まあ、決裂していくような事態へとなっていったのはやっぱり秀吉死後の中で、うん、豊臣政権をですねどうあるべきかということの中で、うん、両者が分かれていったんだろうというふうに見た方がいいんだろうと、うんえー、家康はやっぱり誰かリーダーがいなきゃいけない、うん、一方三成としては自分たちの、えー、政治がい、まあ、今まで政権をいな それが家康がリーダーになることによって変わってきてしまうかもしれない、うん、そういった中で、まあ、政権を維持していかなければならないという、うん、まあそういった2つの、えー、動きがぶつかり合ってしまうんだろうなと、うん、で今回そういった実は三成像をどう描いたらいいでしょうかということを、はい、まあ小沢さんに聞かれたんですねその中で、えー、三成っていうのは、まあ、秀吉の政治をいかに維持していくか。うん まあそういった存在だったんじゃないかなってことをお話ししあそういったことでまああの七之助さんの三成が本当にいきあのうまく描かれてるなと三成僕もすごい好きで、はい、もう本当にあの肖像がそっくりなのですごく感情移入してるんですけどやっぱりそのギリギリのところであの仲違いしていくっていうところ、うん、やっぱり思いはその。 やっぱりその秀吉を残したものを守りたいっていうところで、はい、まあ変化を恐れたっていうところもあるかもしれないですけど、はい、まあその三成の心情みたいなのが、はい、すごい絶妙に描かれてるなと思って今回も,もう本当に挙兵する直前まで穏やかにしてたじゃないですかそうで,す、ね、でも心の中には秘めてるみたいな感じで本当ぎりぎりまで結構迷ってたのかなとか、ねはいいろろ考え実際の三成を見てみますと、うん、まあそのいわゆる隠居したあとですね、はい まあ決して家康と対立するんじゃなく、うん、まあ家康を、まあ、とです、ね、手を組むということも見られていたことがわ<ー>分かっておりますので、うん、そういった中で両者が、まあ、やっぱり決裂する、まあ、それというのが、まあ、今回会津政党として描いているわけですけれども、はい、まさにそれをうまく今回のドラマでもです、ね、描ききれているんじゃないかなというふうに思っています今回はちょっとちゃちゃが暗躍したみたいな感じです、はい、でも、三谷に何かこうきっかけを与えたものがあったのかもしれないですね。そいいや,やっぱり豊臣政権に対する危機というもの。うんはい が、えー、三つなり大将を動かしたんだろうというふうに思います。うんうん、思います。そうですね。僕もあの博物館で昔あの石田勝宗っていう、はい、あの三つなりから秀吉秀康に送られたって言ってる刀を見たときに、はい、すっごい綺麗で感動したんですけど、はい、やっぱ刀をこうやっぱ送るって結構すごいことじゃないですか。はいはい、あの秀吉とかもこう、ね、秀吉から刀をもらった勝宗がそれをすっげえ自慢するとかもありますし。うん こうなんか信長も、あのー、今川義元の左文字を大事にしてたとか刀っていう,こう、まあ、その武器としてだけじゃなく贈り物としてのやっぱアイテムとしてもすごく価値あるものだと思うんですけどこれがその三成から秀康に渡されたっていうところになんか単純にその徳川全体に憎んでたわけじゃないんだなみたいなのをすごく感じたんですよねを、はい、見た時に。なんでそこをその絶妙な家康、はい、にこうちょっと不信感を持つところもあるけど、まあ、でもやっぱ途中までは一緒に。 やっっててこうってやってた仲だかこう最初から対立してたっていうのは、うん、当然人間だからぶつかり合うことはあるかもしれませんが、うん、その尾を引くような最後まで尾を引くような対立があったのかっていうと、うん、それは考え直さなければならないし、うん、その宗権分権という先ほど言った捉え方もおそらくもう一回見直してみなければならないと思うんですね。うん、今回のの本当にそのどうするといいすや、ね、その辺りがやっぱすごく そのよく描かれてと思うので、はい、まあさらにここからこう研究が進んで、こう整理されてきたら、石田三成の大河をまた見たいなんていう風はい、<laughs> そうですね。やっぱり、まあそれは私も見てみたいなと思いますね。うん、今の、うん、あの三成でどう、まあ豊臣秀権あるいは秀吉自体が見えてくるか、うんはい、これは非常に面白いんだろうなというふうに私も思っております。うん、いや本当にまあこのねチャンネル見てくださっている方は、まあそうドラマとして楽しんでいる方っていうのも多いと思うんですけど、うん、やっぱりそのドラマを作られる背景には こういう歴史研究のその成果っていうのがどう反映していこうかなっていうところがやっぱりあるわけですもんね。そこも楽しんでぜひいただきたいなっいうころで、でね、はい、まあ今回ちょっと最後まで見ていただいた方はぜひ、えー、そこにも注目して今後ね見てい,ていただけたらと思います。じ最後に先生何かあの告知とかありましたら、そうですね。あのー、まあこの撮影の頃はちょうどまだこれから関ヶ原という状況なんですけれども、はい、この後もですね家康があの天下人としてどう歩んでいくか。 とい,うですね、いろいろ苦悩しながら、まあ、大阪の陣を迎えていくっていうところが描かれていくかと思います。要するに、えー、今の私たち、えー、最初から豊臣っていうのは家康は潰さなければならないというふうに見がちなんですけれどもまあドラマでは果たしてそう描かれるかどうかっていうのはまたそれはあの見ていただければいいんですが、まあ、そういった、まあ、予定調和じゃなく、まあ、家康がそれぞれの置かれている中で、まあ、豊臣家をどうしていくかっていうことで、えー、これからのですね、まあ シーンが描かかれていいくかと思いますでまた松本さんがそれに応じるぐらいにですねすごい、えーまあ、演技をしてくれておりますので是非、まあ、あともですね「そのまあ、どうするんですまだまだ放送が続くかと思いますけれども最後まで見ていただければなというふうに思います。なるほど もう関原の戦いに勝った家康って、はい、もうそこから瞬く間に天下取っちゃったというか、徳川の世の中を作っちゃいましたみたいなイメージありますけども、はい、今のちょっとお話聞くと、最後までどうするが続きそうですね。そうですね。やっぱり、あの豊臣との関係というものをどうしていくか。はい。はい、家康、すごいですね。だから75歳。はい、もうその大阪の陣が終わった後に、本当にそのなんか役目を終えたようになくなりますけど、ね、だからギリギリまで。 そうですね,ですねあのやっぱり国内を徳川のもとにどうまとめていくかあくまでも徳川の平和徳川という存在のもとでの平和ですけれども、はい、それをどうあのしっかり固め維持していくか、はいまあ、それがあの関ヶ原後の家康の課題になっていくわけですけれども家康がその中で、えーまあ、どう、まあ、天下人として、えーまああのですね、歩んでいったかというのが、はい、これからの、えー、ドラマには、はい 描かれていると思いますので、また松本さんも本当に松本さん、うん、演技の取り組みっていうのはすごい熱心な方ですので、<ー>ぜひとも見ていただければなというふうに思います。是非、はい、最後まで本当にもう晩年の家康すごい仕上がってますもんね。はい、メイクも含め、はい、その雰囲気とかも <laughs> も,、ね、もうあのなんかもういじゃあって言ってたそ,それがなくなってきても、ね、どこ行ったのっていうぐらい、はい、もうあの成長はやっぱこう大河ドラマならではですよね。はい、これんだけやっぱ もう人も、役者さんもこう,う、進化していくっていう。いやー、本当に。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ皆さん、どうするやつ、最終回まで。はい。漏らさず、見てくださいということで、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、えー。今回ゲストは、えー、柴博之先生でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。